この番組はポンとチャオという YouTube 出身の2人が毎週いろいろなアニメーターに2人の出演シーンの一コマを作ってもらい、どんな役が演じられるかを模索し、あわよくば世にあるメディアへポンとチャオとして登場するオファーに結びつけたいという2人の野望を描くドキュメンタリーである。続き完結編。音響スタジオへアフレコ体験に行った私たち、スタジオのある10階まで自力で上がる羽目に筋肉痛が。おはようございます。おはようナミ、楽しそうなダンスしてるっすね。今すぐ眼科行ってこい、筋肉痛だよ。あら、それは大変。大丈夫かいチャボちゃん。どこの鳥だよ。なんですこの耳障りなデスボイスは。おはようございます。痛みと震えが止まらないわ。本庁もですか。2日後に症状出ると思ってました。ちょっとどういう意味よ。それはもう年だ。ノーミー、それはセット。今日は制作の心得を学ぶんだったわね。こんなんで学べるんでしょうか。アニメ作りには忍耐と根性が大事なり。すごいタフネスさね。尊敬に値するわ。ん、受診。違います、これは振動伝達。なにドーナツ。なにふざけんじゃねえぞ。なんだおはざまーす。どうしたんです。なんかリアニスタッシュが使い物にならなくなったみたい。何か知ってる。そうなんですか。知らないです。大変ですね。ソーリー、わざわざこっちまで来てもらっちゃって。気にしなくてもいいんですよ。学びに来てる立場ですから。じゃあ今日は制作の心得をレクチャーしちゃうぜ。はい、よろしくお願いします。一つ一つ、風呂、飯よりも睡眠を優先すべし。風呂、飯よりも睡眠を優先すべし。一つ一つ、口約束には要注意、メールを残せ。口約束には要注意、メールを残せ。一つ一つ、先生、編集にここまでに入れなきゃいけないんで、演技上がり返してください。ここが出っ張りなります。無用に少し早めの時間を伝えたり、うまく嘘をつくべし。すいません、編集にここまでに入れなきゃいけないんで、演技上がり出してください。ここがデッドになります。のように少し早めの時間を伝え、うまく嘘をつくべし。で、第二スタジオの件、なんか知ってるかい。知りません。うまく嘘つこうね。はい。ひとつ、浮世の鬼と踊ってくれよ、桃太郎。